当にこのような試合を経験させていただき本当ありがとうございます。まあ、その自分 の, そのチャンピオンズリーグに出るような相手に自分の通用する部分だったり、これからまた課題だったりまた見つかったので、これからまた成長して、K1 とかまたそのまた上に行けるような選手になれるように頑張ります。今日はありがとうございました。雰囲気というか、まあ、いざその、まあ、ルヴァンの時は試合見てたんですけど、いざピッチに立ったらやっぱ本当国を代表するスタジアムでやれてるってことは本当に喜びをかみしめながらプレーしていました。